こんばんは、平井弘明です。今回の動画はですね、リクエストじゃないんですけど、僕の打ってるアプローチが右に出てるような気がするっていうコメントをいただきまして、すごくいいところを見ていただけてるなっていう感じなんで、動画にしてみたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。これにはいくつか理由があって、まず最初の今この画面で僕が端に寄ってますよね。ここに登録がいつも文字を入れてくれるんですよ。なので撮ってる画面が斜めに撮ってる時が多いんですね。でそれは例えば今これ真後ろからカメラ撮ってるじゃないですか。これがこっから撮った時、要はこっから撮った時だと、まっすぐ飛ぶのがこっち右の画面からボールが飛び出るような感じに見えるんですよ。真後ろ、ここで打ったらボールってまっすぐこうやって飛んでいくんですけど、ここで打つと右に飛び出てるように見えるんですよ。それだけなんです。で例えばここでこうやって打つのと、ここでこうやって打つのでも全然違うんですよ。そうだから、カメラの置く位置によって全然ボールの飛び出しが変わるんですね。でよく打席の後ろにカメラを置いてスイング撮る方いるんですけど、スイングチェックを目的で撮る方のカメラの位置って皆さんご存知ですかね。カメラの位置ってクラブヘッドとグリップエンド、クラブヘッドとグリップエンドの真ん中あるじゃないですか。真ん中のこのポジションのグリップの高さ、ここの真後ろからカメラ撮るんですよ。もう一回やりますよ。これ今例なんで7番アイアンで言ってますけど、7番アイアンのアドレスをするじゃないですか。こうやってアドレスをして、ヘッドとグリップエンドの真ん中の位置、ここの位置の高さが手の高さ、グリップの高さ、右手のこの位置、この位置の真後ろにカメラを置いて撮るといい絵が撮れるでしょ。まっすぐな球が、そうこれやってみてください。そう、三脚が置けないとか、そもそも三脚持ってない方いるんで、そういう場合はしょうがないんですよ。どこか置ける場所で撮っていいんですけど、三脚とかあるんだったらせっかくなんでいい位置から撮ってもらいたいんですよ。それは今言った、そうヘッドとグリップエンドのちょうど間のこの位置の高さが右手のグリップの高さの位置、この後ろで撮ると綺麗に動きだったりボールをチェックできるようになるんで、それがちょっとでも外側行くとボールが右に打ち出しているように見えちゃうんですよ。これストレートボールちょっと打つね。トール君ちょっとそっちから試しに、その辺でいいよ。そう、その辺から取るとボールが右に押し出しているように見えるんだね。そうだから、カメラの角度によってボールの飛んでく位置っていうか打ち出しが違って、そう見えちゃうんですよ。そうでもすごくいいご指摘いただいたんで、今、カメラの撮る位置だったりっていうのを紹介させていただきました。こういったチェックの仕方だったり、正面っていうのはそんな変わんないですよ。どっから撮ってもチェックしたい場所の高さにこうセットしてもらって、本当に真正面でいいんで、後ろから撮る時だけチェックしてもらって、でちなみにゴルフのスイングって右打ちだったら右斜め前45度と左後ろ45度のどっちかから撮るとスイングって綺麗に見えるんですよ。どうでもいいかね。そう、そうかっこよく、そう見た目がいいところっていうのは、そう今トール君が立ってる場所とその反対、真反対の左後ろからこう撮るとすごくスイングって綺麗に見えるんですよ。でよく言えば
右前はちょっと高めで左後ろがちょっと低めだとすごい綺麗に見えるんですよ。やってみますか。ちょっといいね。ちょっと向こうは登録死んじゃうんでボール当たっちゃうんで取れないんですけど、そう今右前から取ってもらいました。そうこの角度からスイングを取るとスイングチェックは別としてすごくカットがよく見えやすいんで、今インスタグラムとか入ってますよね。そういう場合はそう斜めこの斜めの対角線上にどっちかから取るとすごくよく映えるあんまり使わない言葉なんですけど、そう、そういう風に撮れるんでそこはやってみていただきたいポイントになります。で今回の動画はですね以上になります。ちょっと気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。